台湾幸福。台湾幸福は、日本の統治下の台湾において、日本の統治が終わったことを指す。第二次世界大戦末期の1944年11月7日、フランクリン・ルーズベルト米国大統領、チャーチル英国首相、そして中華民国の蒋介石は、カイ路宣言に署名をした。そこには、日本が、満州、台湾、宝庫島のごとき、 日本国が中国人より当主したる一切の地域を中華民国に変換することが述べられていた。それまで中国共産党は戦後の台湾の帰属について態度が明確でなかったが、この回路宣言にて英米が対日戦勝利後の台湾の帰属について意思を明確にしたことにより中国共産党も態度を明確にした。これにより中国主要政治勢力が台湾を 中国の一部とするとようやく決まった。ここに台湾は降伏されるべき土地となったのである。降伏とは中国語の古い派で固有のものを回復すること、とりわけ失われた国土の回復を指す。そして、米、英、蘇三国の指導者が7月26日に発表したポツダム宣言には日本が前期、回路宣言を誠実に履行することも止めていた。8月に日本が ポツダム宣言を受諾し、9月2日、東京湾に浮かぶ戦艦ミズーリ号において、日本国全県が、連合国に対する降伏文書に署名をした。これを受け同日連合国最高司令官、マッカーサーは、対日一般司令第1 5 1の A において、旧、満州以外の中国大陸と台湾及び、フランス領北、ベトナムにいた日本軍に対し、中国戦区最高司令官、 蒋介石への降伏を命じた。この頃、中国では、すでに国民党と中国共産党の内戦が始まっており、蒋介石が率いる中国軍は、実質的には、国民党軍であった。蒋介石は、上記、対日一般司令第一号を待たずに、降伏文書調印の前日である9月1日に、陳利を台湾省行政長官兼同省警備総司令に任命し、 台湾における降伏設置を命じた。小解析は、回路宣言を根拠に、台湾の領有権の変更に関する国際条約も、ないまま、素早く台湾を中国の台湾省としたのである。審議は、重慶で行政庁官公所の要員を任命して、台湾設置の中核組織を編成した。10月17日、国軍2個、師団1万2千人と、 長官交渉官員、約200名が、米軍機の護衛の下、米国艦船約30隻に分譲して、キールン港に到着した。国民党軍は、戦勝国とはいえ米軍の全面的な支援を得ての、台湾占領であった。国民党軍すなわち、祖国の軍隊が台湾に上陸することを聞いた。台湾人は、非常に興奮した。台北のみならず台中。 海南、高尾からもキー・ルン港に人が駆けつけ、国民党軍の上陸を、固唾を飲んで見守った。しかし、彼らの目の前に現れたのは、見慣れた、日本の軍隊とは全く異なり、隊列はバラバラで、ゲートルもきちんと巻いていないような、みすぼらしい姿。全員が背中に雨傘を背負い、中には、鍋や食器はては寝具を担ぐ者までいた。多くの台湾人たちは、 日本軍とのあまりの違いに驚愕し、日本が中国に敗れたとは、とても信じられなかった。国民党軍への驚愕と失望は、祖国復帰に、一末の不安を抱かせ、期待と喜びに、かすかな影を落とすものであった。遅れて10月24日、陳ン自身が台湾に到着した。翌10月25日に、台北市の公海道で、中国戦区台湾小事公式典が挙行され、 台湾は50年間の日本統治を脱し、正式に祖国、中国に復帰した。この式典の終了後、賃義台湾商業政長官は、ラジオ放送を通じて、今日より台湾は、正式に、再び中国の領土となりすべての土地と住民は中華、民国国民政府、国民党政権の主権下に置かれる、旨との声明を発表した。この声明は、 台湾の領有権の変更のみならず、台湾人の意思に関わらず一方的に、その国籍を日本から中国へと変更することを意味した。これは、日清戦争後の台湾割譲に伴い2年間の猶予を与えた上で、台湾住民に国籍選択の自由を有していたことと著しく異なるものであった。日清戦争によって日本に割譲された際の 祖国は清朝であったが、満州族の王朝であった清朝と比べれば、復興中国を掲げ、異民族王朝を転覆させて成立した中華民国は異なる国家体制であっても、台湾の人口の大半を占める漢民族にとっては、清朝よりも祖国と呼ぶにふさわしい国家であった。日本統治下の台湾ではその祖国に対する同型から少なからぬ台湾が中国に留学し、 また五十四新文化運動が台湾内での文化動向に大きな影響を与えていた経緯もあり、少なくとも台湾の漢民族にとっては祖国とは中華民国のことであった。したがって降伏後の台湾において脱日本化と祖国化、中国化が文化政策の絶対目標であり最優先の課題であることに問題の余地はなかった。降伏によって台湾では 様々な新旧交代が行われ、日本への割上以来、再び全島規模において、別離と出会いが錯綜した。日本軍は武装解除され、留任を命じられた者以外は、引き上げの準備に追われた。台湾で生まれ育った日本人にとってみれば、祖国、日本への帰還とは見知らぬ異国への移住同然でもあった。一方で大陸からは、国民党の台湾支部である、 国民党台湾省執行委員会が、福建省から台湾に移転してきたのをはじめとして、祖国同胞であり、かつ新しい統治者である外省人や、半山台湾人の政府関係者が続々と来台してきた。台湾の接収に際して、国民党は日本が無条件降伏する前の1944年4月17日に、 台湾調査委員会を組織して、おさむ工作の準備を進めていたが、長年の間台湾を統治してきた台湾総督府に、代わって台湾の新たな統治機関として設置されたのが、台湾省行政長官公書であった。行政長官公書は、祖国へ復帰した台湾から日本的色彩を排除するために次々と脱日本化の処理を打ち出した。まず変更が求められたのが、 名称であった。1945年11月17日には、台湾省各県市街道名称改正弁法が制定され、各県市の政府成立後2ヶ月以内に、こ日本の人物を記念する名称、明治町、大正町、小玉町、野木町など、お日本の国位を専用する名称、山戸町、浅木町など、平明らかに日本名である名称、梅替町、 若松町、朝日町など、を、高中華民族精神を発揚する名称、中華路、新義路、和路など、おつ三民主義を宣伝する名称、三民路、民権路、民族路、民政路など、平国家の偉大な人物を記念する名称、中山路、中世路など、に変更することが定められた。続いて、翌十二月には、台湾小人民回復原生命弁法が交付され、 公民化運動で日本名に変更したものの名前の祖国化が図られた。現住民に至っては中国名を自身で選び届け出ることとされ、日本統治時代の高砂五族が鉱山族に改められると同時に、土、茂る、蛮族、蛮族といった差別的故障の使用禁止が通達された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。